2017年の最高市の円形最高の港最高市、または最高は最高半島にある町で最高階に面しており、香港、深海の最高区の一部である。最高は周辺の村々の中央にあり、そのためにこの地名はこれらの地域を含む場合がある。最高階は漁師は現在でもここで漁をしている。この湾は台風シェルターにもなっており、 地域の観光業に使われる電動ジャンクがつながれている。現在ではこれらの船は魚釣りや水泳のために借りることができる。最高市は1970年代に大規模な拡張が行われ、万夜路水子と関連水利計画の建設のために最高の村民や漁師は新しい住居へ移転する必要があった。この移転により町の中心部に 政府が設立した新しい住宅や商業施設が多く建設された。政府のマーケットタウン計画のもとで対面会も開発された。京都区から赤門へ、香港国際空港が移転する以前、町は世界中の空港スタッフに人気の住宅エリアであった。対面会村対面会村は対面会にある公共住宅団地であり、香港住宅協会によって開発された。 これは、香港住宅協会によって開発された最初の田園公共住宅団地である。1984年、1985年、1986年に完成した5階建ての4つの建物から構成されている。緑包み花園緑包み花園は公共住宅団地であり、埋め立て地にある。これは、香港住宅協会によって開発された三番目の 田園公共住宅団地である。1997年に完成した11の住宅ブロックから構成されている。賃貸用の1ブロックを除き他の10ブロックは販売されている。最高はバスや公共ミニバスで訪れることができる。最高へは MTR は乗り入れていない。フェリーは最高階にある近くの島々や 孤立した海岸沿いの村々に行くために利用されており、近くの島の一つにあるゴルフコースのアクセスにも使用されている。最高には、サイカングクリアウォーターベイマガジンという無料で配布される英語の月刊誌がある。ウェブサイトは、saikung.com。ありがとうございます。